こんにちは、レトスの大野です。個別指導の1月の割引価格が明日までとなりました。もし今年で宅建を終わらしたいというのであれば、ぜひ私にお任せください。今年あなたに合格していただきたいと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。またこの動画終わった後に個別指導の概要の動画を、リンクで貼っておきますので、そちらもぜひご確認ください。では問1に入ります。 A 所有の耕地は袋地で、A が所有していない周りの土地を通る通路を開設しなければ行動に出ることができない場合について、耕地が A 及び C の共有地の分割によって袋地となった時には、 A は C が所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。共有分割によって生じた袋地の所有者っていうのは、共有分割の残余地、つまり分割による他の分割者の所有地しか通行することができないんですね。つまり A は C 所有の土地しか通路を開設することができないということになります。よって答えは丸です。で、今回の問題の解説については別途動画を作りましたので、ぜひそちらご確認いただければと思います。今回の問題の解説動画と効率的な勉強法についてお伝えしております。で、これについては最後に動画リンクさせておきますので、そちらご確認いただければと思います。この解説を読んでどういったことかわからない方は、ぜひですね、最後の動画ご覧いただいて理解をしてください。理解学習こそ合格への一番の近道です。で、問2です。手付金等の保全措置ですね。宅建業者である売り主は、宅建業者でない買い主との間で建物の売買契約を締結した。当該建物が建築工事の完了後で売買代金が2200万円であった場合、売り主は当該建物を引き渡す前に買い主から保全措置を工事内で手付金100万円を受領することができる、丸か×かということですね。で、まず確認すべきところはここですね。売り主は宅建業者で、買い主は宅建業者じゃないという部分ですね。なので、発注制限が適用されます。で、建物が建築工事の完了後って書いてあったので、これは完成物件ですね。完成物件。ということは、代金の 10% を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要だということになります。じゃあ、代金の 10% っていくらなのということですよね。今回の問題では代金2200万円なので 10% は220万円です。したがって手付金今回100万円を受領する場合って書いてあるので、100万円っていうのはこれ超えてないですよね。220万円超えてないので保全措置は不要です。したがって問題文の保全措置を講じないで手付金100万円を受領することができるというのは正しいですよね。まあ、従って今回の問題は丸になると。丸ですね。ということです。まあ、これは基本的な問題なんで絶対解けるようにしておきましょう。では問い3です。高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度、準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度、これを定める地区を言う、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。高度利用地区っていうのは、高さの最高限度、または最低限度、こういったものは定めません。高度利用地区は、容積率の最高限度、または最低限度を定める地区です。ちなみに、高度利用地区っていうのは、現状道路整備等が進んでいなくて、また、用途地域の指定によって、高層の建物が建てられない区域だけれども、これから発展させていこうという場合に、高度利用地区を指定して、道路を整備し、巨大で高層なビル群を作って、街を活性化させていくための地区です。これぐらいのイメージくらい持っておいたら大丈夫です。で、問1の命通行権の問題は左の動画をご覧ください。個別指導の概要については右側の動画をご覧ください。で、個別指導のお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL がございます。個別指導の値上げまであと1日となりましたので、今年絶対合格したいという方は、一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。